これ無料ガチャなのか。どうしたんだ霊夢？いや、無料ガチャがまたリニューアルしてきたんだよ。それでさ、この新しいのめっちゃクオリティ高くね。個人の一意見ですけど、私たちは好きですね。特に私はシュナ好きだけど、シオンがめちゃくちゃいいと思うんだよね。おお、確かにレベル高く感じるな。前回のやつとかでも全然いいから毎日引きたいね。はい、とりあえず10連。でもこのガチャ私的に全然星6当たらないんだよね。確かにほとんど当たったとこ見たことないな。まあ多分霊夢さんの運が悪いだけですよ。まだワンチャン。あるわけないんだよな。はい、とりあえず OP。はい、皆さんこんち、ゆっくり霊夢です。こんち、ゆっくりマリサだぜ。そしてヨウムちゃんですよ。ついでにデドラだぞ。編集前の私たち謎の会話してたんだけど。ごめんな、こっちの話だから気にしないでくれ。今ランク戦してるんだけど、前模擬戦やるって言ってたじゃん。あ、その話どうなってんだよ。今思ったんだけど、もうちょっと動画投稿ペース上げてからにする。そしたら多くの人と盟友なれるかもしれないしね。確かにそうですね。ってことでランク戦しようとしたけど用事あったんで別日に撮影しました。あと14時間なんですが。もう終わるじゃねえか。まあ人生ゆっくり行こうよ。ゆっくり実況だけに。あ、了解です。冷た。あ、私 D ランクなのに E ランクの人と当たることあるんだね。割と一方的な戦闘ですね。こう見えてもとつってるキャラ多いからね。ちなみに1つ以上は無料ガチャリムルだけです。あとベニマルもとつってないよな。前1回イベントポイント貯めて 50% 確率外しました。外れた時は泣きそうになった。もしあの時成功してたら今のパーティーもうちょっと強くなってたんですけどね。本当にだよ。うん、まだポイント稼いでなかったから勝てるね。さすがに今負けたら突しても強くなってるのか疑ってしまうよな。これが突の力ってね。それはもうちょっと成長してから言いましょう。決勝だよ。まあ、A ランクの腕があるからここは突破させてもらいますよ。B ランクに行ったことは？あるわけないだろ。B ランクとかどんだけやり込むつもりだよ。霊夢さんの場合はもうちょっとやり込んで、何はともあれ、優勝できましたね。次。まあ優勝とか当たり前なんだよね。行こうとしたら A ランクの私だよ。誰かこいつをボコボコに倒してくれ。ま、せいぜい頑張ってくれよ。なんで多分この人 C いるけど S だね。私は A だけど S だから仕方ないね。見苦しすぎだろ。全然動画時間余りまくりだからイベントするよ。さすがにチームは変えようぜ。まあ、圧勝しすぎても話すこと皆無だし変えるね。こんな感じになりました。今回のテーマは、レベル低いイズです。お前はテーマを何だと思ってる？今回のチームは、無料ガチャ中心の無料ガチャスライムリムルレベル3、無料ガチャケミアレベル1、無料ガチャシオンレベル1、無料ガチャベニマルレベル22、で無料ガチャだったはずのシズさんレベル1です。あの、初級でスライムリムルやられてるんだが、こんなはずじゃなかったんだけど、レベル3でよく勝てると思いましたね。でもこのチームの中じゃ2番目に強いんだよ。弱すぎだろこのチーム。ベニマルに期待だね。初級で技使って倒しきれないのまずいでしょ。やっべ、ケミアまでやられちゃったよ。さすがに初級で負けるなよ。さすがにレベル22いるし大丈夫でしょ。てか、今回立ち絵少し少なくなってるけど気にならないかな。もしかしたら投稿日の前の日に増やしてるかもしれないけどな。めんどくさがりのうつ主がしてるとは思いませんけどね。よし、楽勝だったね。ボロボロじゃねえか。さすがに全然持たなかったからチーム変えたよ。我の出番がやっと来たか。これこれ、当ててみろよ攻撃。別に調子乗っていいから味方守ってね。あ、はっは、我の後ろにでもついておれ。こいつ調子乗りすぎて味方やられそうで怖い。なんで最後の最後でやられたんだ。うん、お前クビ案件だからね。なんでこうなったさすがに上級かつではないのでレベルの暴力させていただきます。てかこの頃私編集以外でタイピングしてるんだけど、別でタイピングしてから編集すると眠いし疲れるんだよね。だから投稿がここで途切れそうで怖い。まあ続ける努力は頑張ってくれ。やっぱり高レベルばっかだったら楽勝だね。いい戦いってのはむずいもんだな。そうだね。ベニマルだけは相変わらずレベル22ではいってるんですよね。唯一ギリギリ耐えられると思って入れてみた。まあ他のやつが強くて圧倒してるんだがな。はい、今回のイベントはここまで。最後に無料10連垂れ流して終了するよ。
白くゼロでした。ノーオーン。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント気軽にお願いします。では、おやすみー。